皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラなどの疑惑を調査する百条委員会が行っている県職員を対象としたアンケートについて、職員の69%が回答したことが分かりました。斎藤知事パワハラ疑惑、四面楚歌に止まらず、八面楚歌の様相を相次ぐ、辞職勧告、側近の辞職支援していた、維新、 さえも混沌とする兵庫県政7月31日から始まった百条委員会による職員アンケートは14日回答が締め切られ関係者によると対象となる職員約9700人のうち69%に当たる6711人から回答があったということですアンケートの内容は斉藤知事のパワハラ疑惑などに関して調査はウェブ上で実施され 匿名、実名実は回答者が選べるようになっていました。告発後に死亡した元幹部職員が残した陳述書には職員に対するハラスメントは県政に関する重要事項とか政策遂行上の問題といった次元ではなく知らなかった、気に入らない、配慮が足らない、生意気だ、自分より目立ったといった知事個人にとっての不都合不満が原因となった叱責。 罵倒であるなどと記載されていましたこれに対し斉藤知事は告発後「嘘800」「公務員失格」などと疑惑を真っ向から否定斉藤知事はこれまでの会見で「百条委員会でしっかり対応していく」と繰り返し語っています真相の解明に向けては知事と間近で接していた県職員の回答や証言が鍵を握っています 百条委員会では23日から職員らへの承認尋問が始まり、30日には斎藤知事が承認として出頭します。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。